ちは。日立の国不思議探検隊隊長の岡君と副隊長の宮子です。ですね、はい、新緑が綺麗なので、ちょっとなんかね、今日の天気って24度になるとか言った割には曇りがち、うん、で新緑もね、やっぱり晴れてないと鮮やかさは少し損なわれるかな。草刈り始めたわ、みんな。俺もやったけど、俺もやったけどね、午前中草刈りやったけど、はい、今のうち買っとくといいかもしれません。その後お昼をね、釈上さんにおにぎりを作ってもらって、はい、そこで食べました。ミニピクニックをしました。ピクニックをしました。で、ね、釈上さんは少し高い山なので、ちょっと満開すぎてたけど桜がまだ咲いてて ね、そうだね、山桜ですけど、そうだね、綺麗でした。この辺は、はい、もう桜が終わったと思ったら一気に新緑が出てきましてですね、はい、もうすぐ緑に覆われた村になっちゃいますね。またいつもの緑深き山奥が戻ってきますね。緑に侵略されてしまいます。そうなのよ。それでですね、今からですね、はい、大手原市でいいんじゃない今は、うん、旧黒羽町の暮らしの館までアスパラガスを買いに行こうと。ただね、午後なんでね、もう午後なんでね、売り切れちゃってる可能性があるし、もうおまんじゅうはきっと売ってないと思う。そこ結構おまんじゅうが美味しいんだけど、それもないかもしれないので、一応行ってみるということでございます。なんでアスパラをね、買いたくなったかというとね、うちの畑のアスパラがね、5、6本取れまして、うん、暮らしの館に行くともっとたくさんあるんじゃないかと。そうね、いうことだったんですね。アスパラのね、産地っていう、産地っても変だけど、アスパラをたくさん作ってるんですよ、その栃木のあの辺、なんだっけ、サブイとか、はい、サブイっていうところら辺でしょ、作ってるの。大田原だね。大田原ね、あの、元の刑務所が、黒羽に刑務所があってことだよね。その辺でアスパラの農園がたくさんあって、で、1000円でもう抱えきんないぐらい売ってるんで、欲しいなって。まあ、500円ぐらいかな、もう 何十本と入ってる、それが売ってればいいなって。まあ明日は売ってると思うけど、でもね、今日休みだから今日行きたいです。それでね、アスパラをね、たらふく食べたいです。あ、そういえばさ、なんかヨーロッパのどこだっけな、イタリアだかどっかでさ、やっぱアスパラ今頃出てさ、アスパラ祭りっていうのをやって、みんなでアスパラ食べるんだって。黒羽でもやればいいよね。いや、そうだね、アスパラ祭りね。で、アスパラって、あれ、ね、ここ、あの、独特の匂いがあるから、やっぱりちょっとおトイレなんかがアスパラ臭が出るとかって言ってた。おしっこに出ちゃうんだ、うんうん、そうみたい。だから、わかるんだーだっていうことがなんかに書いてありましたね。あのアスパラってさ、アスパラの話題ばっかりしてたけど、そのあんまりなかったよね、あれ入ってきた輸入植物だよね。子供の頃なかったよね。子供の頃アスパラなんて、なんかギンビスのアスパラクッキーとかさ、あとなんか臭かったよね。あのね、缶詰で白いアスパラあったね。白アスパラ売ってて、あのね、あの頃ね、すごいの。あの家庭、ほら、女子はさ、家庭、技術と家庭じゃん。うん、技術と家庭で、一番最初の小学校の時の家庭はさ、コフキモンみたいな、すごいなんかどうでもいい素朴なもの。その時カレーとか作ってたんだけど、その時中学校、小学校か中学校か忘れたけど、コンビネーションサラダっていうのが出てきたんだよ。え、変な名前だよね、コンビネーションサラダ。それって今の、要するに生野菜サラダのことよね。そのコンビネーションサラダには必ず白アスパラが3本ぐらいバシッてこう添えられてて、昔はもうポテサラだからね、サラダといえばね。だけど、あのコンビネーションサラダは、そのレタス、キャベツ、キュウリ、あとアスパラ、トマト、いわゆる生や、今の生野菜をコンビネーションサラダって言って、家庭科で作ってた、作ったことある。いろい
白い野菜が混じってるからコンビネーションサラダだったんだ、うん、まあそうでしょうね。でそのうちその中にアスパラの缶詰買ってきて、まあ、3本ぐらいこう入れてそこにマヨネーズこうギュッて垂らして、うん、ドレッシングを作ったような気がしました。フレンチドレッシング、酢と酢と油と塩砂糖、うん、そうだね、酢とサラダオイルと塩、うん、塩コショウ黒コショウ、うん、を混ぜてこうチャカチャカチャカって何もないからスプーンで混ぜてタリーってかけてアスパラの近くにマヨネーズをこう落とすみたいな。あれうまいよね、あのドレッシング、まあ一番ね、あの簡単なドレッシングやる、そういうことをねやってましたね、家庭科で、うん、あの調理実習をね、うん、まあ、カレーは当たり前に作ったけど、まあ、それ炊き込みご飯とか作ったこともすっかり忘れたけど、おここの三浦杉公園のボタン桜が満開で、まあ、なんか何人か写真、何人か写真撮ってますよ、この人たちが、ね、この若いご夫婦が、はい、あーとか言って映えますな。でも今日は目標は出勤ですな。あー本当だ、映えますな、映えますな。あそういうことで今思い出しましたよ、アスパラの使い道を、うん、その缶詰を買ったんだね、買ってね、うん、高い食材だったよね、きっと、うん、うん、高かったと思う。でみんなさ、それほら平均してこうお米持ってくる人とかさ、野菜持ってくる人ってこう平均的に分けてさ、うん、うん、アスパラお金かかったから1人1個ぐらい持ってきたのかもしれない、ちょっと覚えてないけど、そういうのあった。あとクッキーとか作ったかもしれない。クッキーとか作ったんだ。ないよね、クッキーとか作った、クッキーは作んないからだってないもんね、作れないもんね、オーブンないとできないよね、うん、フライパンでやるぐらいだよね。フライパンでね両面焼いて、クッキー生地をフライパンで両面焼いて、私クッキーを作ったことあります、うん、あの小学校の頃に、うん、そしたらなんか美味しくないなと思ってたらいつの間にか父親が全部うまいって食べてたっていう話。ちょっとセブンに寄ります。はい、村唯一のセブンです。村じゃないし、村唯一の、奥茨城村唯一のセブンでした。シェイクじゃなくてあれセブンでスムージーを買ってみました。バナナジュース美味しいです。私はブルーベリーですね、バナナ、目のためにあの、ね、バナナが一番売れてた、うん、やっぱりみんなバナナジュースよくさ、ね、昔キッチャー店で撮影でバナナジュースってあったもんね。今カフェっつうんですかね。紅茶のポイチキッチャー店。バナナジュースよしね。バナナジュースとね。なんだろう。あの頃は、ね、サンドイッチだ。うん。アイコとやってたね。アイスコ。アイコ。アイコですね。あとなんかジュニアとか言ってたね、うん、ジュニアとか言ってなかった、はい、ジュニア、うん、聞いたことないです。冷たいココアアイスとジュニアとか、初めて今聞いた。言ってないかな、デスカとかね、そうなんですよね、トマチューとか、トマチュー、トマチューはイギリスだけない名前だ、ブレンド、秋はさ、もうあの収穫だから、そうね、
そうです。もう今買ったっけ。あるよ。捨てられる。今日はなんか車結構多いわ。今日ね、予報でも暖かい、暑くなるって言ったから、だけどもうこの時間2時38分つけて、そうそうね、涼しさを感じる時間帯で、帰りはですね、日帰り温泉などに寄ってですね、帰りはね、ちょっと温泉ですね、今日は、うん、いや今俺60キロちょっとで走ってんだけどさ、うん、やっぱり60キロちょっとだと安定してる。後ろは行列で、行列というほどでもないけど、車の風が少し、まあ、少し、うん、後ろにね。栃木とか、うん、ほら、うん、ね、うん、だから県外の人が来てたんだよ、このピジョンで。三輪の森、三輪の森へようこそってそこにいるよ。うん、そうだ。あ、そうだ、あそこに確か建物あったよね。うん、冷暖房が効いた。うん、はい、今日のトピは何かあったでしょうか。
なんか人工降水だったらさ、流された車は人工降水を起こした国、おそらく国の方に責任があるんじゃないけど、まあ、とか、なんかやったけどね。ああ、でもドバイってもしかして一人に何百万って多分払っこう支給してるかもしれないんで、うん、そういうのもあるかも。うん、ドバイはブリックスに入るのかね。ドバイは何だっけ、あの何で行こうだっけ。アラブ連合とかなんとかあるよね、そういうの、うん、そういうの入ってない。オペックではない。産油国連合には入ってるんだろうけど、なんか入ってたよ。東インド会社なんだよね、オランダっていうのはね。そうそうそう、だから別に
ンダって国じゃなくて東インド会社っていうロスチャイルドの会社なんだよね。まあ商船だよね、うん、結局ね、その貿易船、いろんなものを買って、あのヨーロッパ の, なんその貴族にさ、うん、どうです、すごいでしょ、買いなさいって言ってさ、そういうのをさ安くし、まあ安くっつったらもうよりもそこからさ盗んででもいいかもしれないね、なんかそのオランダの支配から台湾を救ったのが帝政公、そう書いてあったね、そう書いてあった400年記念感じたよね、ユダヤ教が相当弾圧されたっていうか、あんまりヨーロッパでこのだって生贄をするで血を流すじゃん、うん、それがとにかくあの嫌われたんだって、うんうん、その生贄をしてね、あの、うん、なんだっけ、シナゴークで生贄をして祈るっていう姿がキリスト教徒から見たら怖いじゃん、うん、それなんであんまりにも嫌われに嫌われてたからもう撤去しようってキリスト教になっちゃうよ、なろうって言って、うん、勝手にキリスト教に名乗り上げたんだと思うよ、あのイエズス会っていうのは、うん、そういうこと書いてあったな、うん、だからあの今までのいろんなキリスト教の人たちとは合わない、そう合わないとはね、うん、だけど結局イエズス会がさ力を持っちゃったっていうことよ、その後よく理解しないと分かんないんだわ。そうなんだ。そこをね誤解してる人もものすごい多いからね。そうなんだ。カトリックただね、カトリック、うん、キリスト教のうちのカトリックだとか言ってるけど、うん、実はユダヤ教なんだ。そうなんです。だって元々さキリスト教ってのはさユダヤ人だよ、キリストは。それがさ新しい神と契約したんでしょ、だからさ新約聖書って言われてね、新
らしい約束だよ、約束。古い神様とおさらばして新しい神様にしたんでしょ。新しい約束にしたんだね。神の子イエスがね、うん、あのそれまでは神の子っていなかったでしょ、旧約聖書の神様がいたでしょ、エホバ、うん、その人でしょ、うん、その人子供って言ったでしょ、キリスト。そうそうそう、だから新しいニューの神っていうか、その子供の神の子との契約ってことよね。神と子と精霊の御名においてて、もうキリストはマリアから生まれちゃったよね。うん、そりゃそうだ。それはどうしてさ、そのキリストを神の子って言ったんでしょうね。それはキリストがね、奇跡を起こしたからなんです。奇跡です。書書書いたいです。うん、でもお父さんも言ったよね、そう言ってた、うん、そう、よしや、あのね、そういうこうね、カーペンターズ、わからないんですよ、もうわからなくてうやむやにして、もうその世界にしてはその、島原の乱とか天草四郎とか天聖公のあたりもこう、うやむやうやむやになってて、うん、あの分かんないです。そうなんです。そういう風にしてあってしまった。で、近松門左衛門がさ、うん、国戦山戦だって書いたもんだから、もう英雄ファンができちゃって、なんかね、悲劇だね。ね、なんで近松がさ、台湾のことをさ、お芝居にするんだよ。だから近松がさ、うん、中国人だからでしょ。そうだね、おそらく。いや、そうでしょ。そんな別に日本人にさ、教える必要ないぞ。だけど、浸透したかったんだろうね。うん、そうだよ。だからさ、日本の人に、いつも言うけどさ、その、何だっけ、杉越の祭りをさ、祇園祭りをさ、なんで日本の神社でやんなきゃなんだよ。日本の神社、八百万の神だよ。うん、それぞれなんでさ、その、ユダヤの神が合体しなくてなんないんだよ。スサノオを横取りしたんだ。そうそう、あいつら。何でも使っちゃう。その古事記のさ、スサノオっていう神をさ、放送神っていう、うん、そのモガサの神にしてさ、あの頃あのそういう、なんつ、今と同じようにウイルスで、あれなんだろう、モガサっていう、あ、ペストか。違う、ベストは国士病だね。そうそう、なんだっけ。あ、でもあれもあれだよね、伝染病だよね、確か。そうだね、うつるんだよね。国士病とベストと、あともう一つなんだよ、またチックだ。刷り込みだよね。田楽にしろ、神楽にしろ、うん、全部そうです。基本はもう室町から江戸時代です。そうできたのは、うん。それがさ、なんかこう伝説みたいな、伝承みたいな話になっちゃってね。うん、いろんな話が作られたけど、それってのはただの本当ね、全部正しくない。うん、その中からね、抜き出すんです。古代史につながるところを抜き出すんです。そうしないと見えてこないんです。その辺でちょっとね、
誰もいないでしょ、うん、民国の人よ。それがだってユダヤ教の人なんだから、ユダヤ人なんだから。それがあれだよ、よくほら河野太郎が中国とつるんでるとかね、そういう時に出てくる中国っていうのがそこなんですよ。民国よ、あれユダヤっつったらいいんですよ。そうだよ。で、台湾が民国でしょ、その帝政国、帝政国が民国の後を継いでたから、歴史的に明の王様はダメだったけど、帝政国がそれを継いだってことになってない、歴史的に。だから明の人、ユダヤ人、ユダヤ人はその白人じゃなくて、有色人種のユダヤ人、うん、もちろん、そこはハザールとは違うんだよね。ハザールとは違うんですよ、そこはね。そこもまたね、難しい混同があるんだよね。そうそうそう、ユダヤ、イスラエル、ユダヤ、北イスラエル、南ユダ国っていう、最初ユダヤがイスラエルとユダヤに分かれて、でそれぞれに補修受けてるのよ、うん、アッシリアの補修とか、うん、バビロンの補修とかあって、はい、だからその南と北南北がユダヤ人のまたその信仰の仕方に違いがあるんだわね。うん、そうだね。確か南ユダの人たちは割合に、うん、こうなんつうの、形あるものを信仰したと思ったよ。偶像崇拝。偶像崇拝。で北イスラエルの人たちはそのモーゼ系なんで、モーゼは偶像崇拝ダメだっつってたから。そうだよね。で崇拝したのが南ユダヤの人で、アロン系。そうだと思うんだ、多分その、ね、どっちかっていうと血統の方に、うん、こう行った人、うん、こう、能力があって、うん、救済するそのヨシュアっていうような名前で、ジョシュアとかヨシュアっていう人たちは、うん、名前を継いでるだけで別に血統は継いでないんだけど、うん、アロン系の 南ユダヤの人たちっていうのは血統を継いでたと思った、うん、確か。血統ついてるときさ、イスラムなんかもそうなんだよね、うん、イスラム教なんかもモハメッドの血統を継ぐ人と、うん、いやそうじゃなくてこういろいろ分かる知的な人、うん、っていう風に分かれてたんだ今まで。それがシーア派とスンニ派ね、スンニ派に分かれてんだけど、シーア派いじめられたからね。そうだけど今はそこはねもう仲良くなった、うん、それも全てね、うん、プーチン様のおかげですよ多分。それが今日本に来て、なんだっけ、あそこの川口だか、わらびだかに来て、あ、シーアね、スーパー、うん、でもそのシーアってさ、その本当に、なんつうの、そのスーパーシーア派のかっていうと、それはちょっと分かんないんだよね、うん、実際のとこ。そこもよく見ないと分かんないんだ。そうだな、トルコの人がすごくシーア派の人のことをね、あ、クルド人か、クルド人のことをすごく弾圧してんだけど、それも、うん、なんでそういうそのクルド人を弾圧してるかっていうと、うん、その結局クルディスタンっていうのももともとはその全てがそのねミトラから始まってるから、うん、ミトラのことは言わないんだけどね、ミトラから始まってるから。そうなんですね。アルメニアっていうところのその洪水伝説、うん、っていうのを元にしてモーゼの洪水、モーゼじゃなくて誰だっけ、洪水伝説の人はノアノアの洪水、ね、ノアの話を作ってるからね、うん、そうなんだ。アルメニアに対するものすごいごまかしがあったのに、21世紀に入ってから、うん、それまではそのミトラ系の信仰があったのを全部キリストっていう風に歴史的に変えちゃってさ、うん、一番最初にキリスト教が生まれたのはアルメニアみたいな話になってるのね、うん、違う、うん、だってキリストってね、ミトラの全て真似だもん、うん、取っちゃったんだね。そうなのよ。その間にゾラストラが関わってるという複雑怪奇な感じ。そうなんだね。そうなの。でゾラストラのがミトラより古いんですよなんていう学説があってさ、そういうふうなことを浮きに書いてあってさ、うん、もうミトラのことはさ、前はそういうことちゃんと書いてあったんだけど、全て消されてたね、うん、Google で、うん、ミトラがね、分かるとね、困っちゃう人がいいんだね、たくさんね、はい、そりゃそうだね。一番困るのはユダヤ人じゃないかな。そうだね、だってシュメールなんだから。そうなんだ、シュメールなんだから、取っちゃったんだよ。そうなんだ。ノ
前の洪水のジュースドラの洪水を横取りしちゃってるんだよ。そこにさ、アダムとイブっていうのがさ、作っちゃったでしょ、その話の始まり作っちゃったでしょ。そうだね、日本なんかすごいよ。アダムとイブはいいよね、また男と女もいてさ、子供が生まれたけどさ、日本は、まあ、いたか、イザナギイザナミがいたか、だけど、あれは別に子供を産んだわけじゃないからね、あれね、最初に産んだキルコっていうのは何だろう、なんかちょっと不具だったからね、水に流したって、それモードの話はそこになって、うん、ね、あと産んだわけじゃなくてさ、産んでない、産んでなくて、なんか死者の国に横継ぎだったからね、みそぎをしたら鼻から生まれた、目から生まれたとかさ、わけのわかんない話になっちゃって、清めたらね。で、死んだ妻を追いかけて行ったんだよね。そうです。ちょっとまあ古事記っていうのはね、かなり妄想入ってっから真実のことはないよね、うん、だそれが真実が分かんないのよ、く古事記を歴史としてさ、あの眺め立つまつれる、あがめ立つまつれる、うん、だからまあ神社っていうのは古事記が聖書だから、うん、あの古事記カルトなんだよ、要するに。そうだね、うん、カルトなんですよ。古事記カルトって言ってもさ、古事記って本当わけわかんないでしょ、話が。わけわかんない。似てるようだが、旧約聖書と、うん、古事記の方をどんどん読み進めていくとさ、うん、誰々の子供、誰々の子供、誰々の子供っていうのにもしかないもん。そう、最初の頃それしかないんだから。それはユダヤ教の旧約聖書と同じだろう。誰々の子供、誰々の子供。さあ、全集もそう。誰々の子供、誰々の子供。そう。子供の名前ずっと書き続けてるからさ。右京だって似たところがあって、子供ではないけど、うちのね、宗教は、ドンランが、ああ、そうね。同行したとか、途中で、原神が現れてどうだとか、そういう話ばっかり。宗教の歴史ばっかで。うん、そんなのさ、お経あげてありがたいわけ、なんか。それただ、それこそさ、洗脳じゃない。何の意味もないでしょう。何の意味もないです。だからやっぱりお経わかんないから、ただふーんって聞いてるけどさ、何言ってんのかなってよく調べてみると、それ今言わなくてもいいんじゃないの？その内部だけの話じゃないの？みたいな。その話もね、一度まとめてしたいなと思ってるんだけど、この話、こういう話に興味あるのかな。どうだろうね、いや興味ある人だけが聞いてくれればいいんで、だいたい我々小中学生のミーハー相手にしてるわけじゃないし、確かに歴史の真実を知りたい人だけ聞いてくれたいんで。そうね、やっぱり何でもさ、どういうわけでこうなったんだって根拠を知って話すのと、知らずにただスルーしてさ、都合よくそこだけこうね、そう飛びついて話すっていうのではかなり違うよ。山行ってお城探してる人らとは違うんで。山行ってお城、本当お城なんか山って感じだけど、城跡っていう、城跡とか、なんかただのさ小屋、ただの小屋だし、小屋だっていうか砦でしょう。だまあそうでしょ、見張りたいでしょ。それで山城だって言われてるところのさ、うん、半分ぐらいがさ、百姓が逃げ込む場所だったりするんだから。そうなんですよね。でそういうのを百姓の人もさ、いろんな人がさ、こう街道の中でさ、刀持った人がさ入ってきたなんて言ったら危なくてしょうがないでしょ、うん、結局そうするとさ、食べ物と女子供を持ってかれちゃうんだから、うん、だからやっぱりさ、その農民もさ、いつもさ見張んなくちゃなんないんだよ、高いとこで境でね、何来たら困るって言って、そういうとこを山入りって言ったらしいから、山入り市っていう氏なんかいなくって、山入りするのは農民なんだよ、うん、農民が高い見張り台に行って交代で見張ってるわけ。面白いよ、中世の人たち、中世の、ね、歴史調べてる人たちってね、まあ、いろんな戦いがあったっていう話が伝わってるわけだ、うん、そうするとさ、その時の人口密度とかさ考えたらさ、例えば奥茨城村あたりで考えたらさ、今より人口少ないぐらいなわけじゃん、当然。もちろん。ねえ、それなのにさ、そこで
戦いやったらさ、村人はほとんど戦に行ってるっていう話になっちゃうんだけど、そういうことですよね、うん、それがね、そういう話はしないんだよ。あの人口より足軽の方が多かったりするっていうような時もあるよね。千人とか何千人とか。八幡太郎義家がさ、奥州征伐に来る時にさ、たった5人で出かけてきたとかさ、それで征伐したの、それ茨城ひたちの国北部でさ、兵隊を集めて3年間いてね、そこで訓練したとかね、そんなバカな話があるわけないんだよ。ないです。それをまことしやかに言うもんだからさ。あのさ、前提条件としてさ、その八幡太郎っていう人をみんなは知ってます。で、八幡太郎はすごい人です。で、八幡太郎の言うことみんな聞きますっていう前提があってこそ成り立った話で、そうですか。そうしないと5人って来たけど、ああすごい八幡太郎様が来たんだって、みんな、あのみんな、なんすの、この人についていかなきゃいけないっていうのが話の中にないと、うん、その話ここだと、あ、成り立たないです。で、いきなり5人来てどこの誰の誰兵さんなの、なんでこの人についていかなきゃいけないのっていうのがあるからね。物語もいいとこじゃない、それは面白いですね。そうで、今ここほら那須の国だけど今走ってるのね、うん、で大体東北に行くにはこっちを通るんだよ、うん、なんで常陸太田に行くんだよ、わざわざなんでいわきなんか通ってくんだよ、通るわけねえだろ。あのね、常陸太田もいわきもその頃相当の水浸し状態ですから行くとすれば船ですよね。そうですよ。で、船でさ、こう行ったらさ、船着き場みたいなところ、まあ、港小さい、うん、とこに行かなければ、うん、あの船から降りるのって相当困難だよね、うん、砂浜とかに行って降りるとかって、うん、なんか名古屋なんか通れないもん。名古屋通れない、すごい。だってあそこ島々だから。だから今少しもまともな人はさ、名古屋の関はもうインチキだっていうのはみんな知ってるから、うん、あれは昭和時代かなんかにさ、いわき市で作っちゃったからなんだけど、もうちょっと奥のね、境っていう場所のね、うん、長さの上にね、あの辺に関所があったんじゃないかっていう話になってるんだけど、うん、それだってみんな信じてるよ、あの日立の国、いわきの方からね、日立の国の方に入って、ね、そこから凱旋したんだと。だから都合のいいんだ、行く時は宇都宮抜けて、はい、この東山道抜けてんだけど、帰りはもう太平洋側来たんだろうと。坂の上の田村丸もそうなの、うん、普通に考えればここ通っていくわけだよ、うん、それがさ、うん、茨城県の方にもさ、坂の上の田村丸が奉納した刀がありますよなんていう神社とかさ、うん、そういう、でも仙台だっけ、宮城県でもあったよね、その坂の上の田村丸のここから北の方を攻めたって、うん、いや、あんたここだよ、攻められてるのはっていう、ここだよっていう場所にいたよね、坂の上の田村丸の味方みたいな感じで。あら、すごいね、これ、何これ、なんだろう。だって、郡山の田村城にはさ、すごいバイク、坂の上の田村丸が生まれた場所があるんだから。坂の上の田村丸って確かさ、うん、京都のさ、うん、清水寺でさ、うん、そこに埋まってる、まあ、あれ清水寺を作ったんだよ、あの人はさ、供養のために東を向いて、うん、京都を守って埋められてるサイドから、うん、じゃなかったの。そう、生まれたのは田村神社の方なの。違うでしょ、あれは福島で作っちゃったんでしょ。そうだよ、ね、いや、でも分かんないよ、分かんない、分かんないんだ、実はそうかもしれないんだ。分かんないです。とにかく歴史っていうのは、なぜか分かんないけど、その幻の大和王朝という奈良にはさ、奈良にいろんな、とにかくその古事記の出てくるその出演者のほとんど奈良京都なのね、舞台が。の割には全国にその名前のついてるところがあったりするという。そうだよ。だって遠王鶴がさ、うん、開いたお寺だとかさ、うん、徳光太子がさ、ずっとあるって東北を歩いて神社つってお寺作ったとかさ、そういうことになってんだもん。なんかね、とにかく
大和朝廷っていう統一した日本を統一した大和朝廷っていうのがあることになってて、で全部そこから派遣された、全部そこを中心とした、そういうあの成り立ちなんですね、歴史っていうのは。そういう風に作っちゃったよね、作っちゃった。もう完全に江戸時代でしょそれ。あの歴史ってそういう風にね、あのもう洗脳されて、あのそうするとこのなんていうの、畿内以外は遅れた田舎で、畿内が大得意と、でそれに対抗して違う違うって騒いでるのいつも九州勢と、うん、九州は九州王朝ですから、九州の南ですからみたいなね、九州王朝ですからね。もう大和朝廷、大和王権とは別にありましてね、そうですよ。ひいずるところの天使はね、タリシヒコっていうのはね、九州王朝の人間ですから、九州の人たちに言わせればっていうようなね、あのこうあれだね、いや本当のことは分かります、まあ、そういうような言い争いがあるんですよ。まあ確かにでも九州は大和王権とはちょっと違ったんだろうなっていう感じはね、するね。それは古田武彦先生がじっくり調べて本にしてますので、これ興味のある方はぜひ読まれるといいんじゃないでしょうか、ね。ここは離婚は今日出勤なんだね。うん、なんかね。来週のあれだな、ゴールデンウィークにずらしたんだ。ああ、そっか。連休をね、大型にするためにね。そうかもしれないですよ。黒羽です。言ってっかな。どうだろうね。もう切れちゃってるかもしれない。大豆だ、定次郎。そんな感じでですね、はい、終わります。さようなら。さようなら。